なんで4人？コーチです。あ、レモン君、コーチです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ルーさんがチーム発表した瞬間、自分からコーチいいですかって言いに来てんて。5秒ぐらいで DM 来たで。いや、ありがたい。5秒かな、本当かな。5秒、いや3秒かもしれない。いや、そんな早かったかな。そんな早かったかな、俺。レモン君っていつからモアちゃんのリスナーなの？え、あ、そうなんですか。あ、リスナーです。この人、オリジン ID クルミーズノアキュートでずっとおったから。なるほどね、リスナーさんなんや。ちょっと笑いすぎじゃないですか、笑いすぎじゃないですか。笑いすぎじゃないですか、ちょっと恥ずかしい、恥ずかしいです。そう、おー、だから食い気味にコーチ。はい、あ、そうなの。あれ、やれかな、下心。違いますよね。いや、俺は勝ち、勝たせますよ、勝たせに行きますよ、勝たせるために来たの。うん、え、でも会話見えなかったな、これまでの間。あ、でも1回だけ宇崎さんとランクをやった時に1回だけちょっとやってたんで、うん、まあ、あ、落ち着いてはいるんです。前回はちょっとやばかった。初回はこれエグかったです、エグかったです。全然喋ってくれんかった。あ、逆にそういうこと。いや、緊張するっすね。と、僕レモンさんのこと知ったん、エゴサしてたら、うん、なんか大会かスクリームかなんかに、うん、くるみのアイズキュートがいるぞみたいな。そう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 。スクリームにそれ。何、ようおるな思ててん。ちょ、めっちゃ笑うじゃないですか。ちょっと主張強いオタクだな、ちょっと。認知されたいタイプのオタクさんなんですね。あ、厄介オタクやったんだ。最初くるみのアイズキュートってくるみのアのことやと思ってたもん。でもこれ自分で言うてるやんみたいな。違う違う違う。まあまあちゃうよな、ちゃうよなってなって、でレモンくんやってなって、レモンくん、そういえば成人式やったな。あ、そうそうっすね。ね、ございます。おめでとうございます。ありがとうございます。最高の1年でした、去年は。あ、最高の最高の1年でした、もう去年は。一番良かったのはどんな。うわー、待って、それ、いや、二択っすね、それ。二択。ノアさんと一緒にランクやったときか。やばい。世界大会かな。か、世界大会かな。世界大会とクルミノアが天気に。いや、世界大会って言ってくれよ。比べるかな。マジか。比べるかな。そこと並ぶんや。コーチー。